直接横に並べて見ることってあんまりないと思うんですよ。ないです ね、 はい、あの同じようでかなり違いますよ ね、 そうですね。やっぱりそれはね、いろいろメーカーによって の、 そのデザインアイデンティティみたいなのもあると思うので、ね、はい、同じ車なのに同じ輸入車、ヨーロッパ車と言いながらやっぱり国がヨーロッパ車って一括りで見ますけど同じ国で割ってみると全然それぞれ個性は違います、ね、ありますね、はい、それは全然違います。デジが違うとここまで違う、うん、そうですね。という意味では欧州車はやっぱり、デザインに思い切りの良さがあったり、うん、まあ、装備をすぐに取り入れたりっていう、うん、なんだろうな、そういう部分が早いですよね、欧州車は全体として。そう、はい、では実車見ていただきましたが、まずは佐藤編集長ご説明ありがとうございました。改めてフォルクスワーゲンの良さお伝えいただき、さまざまな車を見られている佐藤編集長のお話を聞けたというのはとても重要でしたし、2つのブランドを同時に見れたというのはとても貴重でした。同じ欧州車ですが見た目だけでも全然違いましたね。佐藤編集長から見て欧州車の最近のトレンドはどのように変化していると思われますか？今世界的にこのティグアンとか、まあ、3008とかのミッドサイズの SUV が、まあ、一番こう売れていて、T クロスとかの小さい方の SUV もどんどん出てきて、まあ、そちらもすごい人気になっていると。で今 SUV がブームじゃないですか。こう主力が今まではゴルフとかいわゆるそういうハッチバックだとかセダンとかありましたけど、今は逆にこう SUV が、まあ、走行性能も上がって、昔はちょっとこう四駆っていうイメージだと思ったるかったり、なんかちょっと乗りにくいとか遅いとかいうイメージがありましたけど、今はもう普通に乗用車として乗れるし、逆に便利じゃないですか。変わりましたね、すごく、うん、で視線も高いのですごく見晴らしもいいし、うん、まあ、普通に乗れる車として、まあ、ちょっとその時代が変わってきたんでしょうね。だから SUV が、まあ、普通のセダンみたいなイメージに今もなりつつあって、で逆にこう SUV だといろいろなことに使えそうなイメージもあって、スキーに行ったり、まあ、レジャーにも使えるし、まあ、今だとキャンプとかそういうのにも使いやすいじゃないですか。こうハッチバック系とかってですね、うん、はい、でその中でまあすごくそこがやっぱりマーケットとして増えてるんで、各メーカーいろんな車を投入してきてるので、まあ、逆にまあ競争が激しくなって、いわゆる、うん、普通のこう SUV タイプからもうちょっとクーペみたいな、まあ、308はその中間的な部分がありますけれども、メーカーによってはまあフォルクスワーゲンもうすぐも出たのか、 T ロックっていうのはちょっとこう、うん、これからですね、はい、クーペなスタイルで、スタイル重視じゃないんですけど、うん、だからなんかその SUV の中でも今いっぱいジャンルが出てきて、それぞれこうデザインがあったり、まあ、逆にすごい速い車が出てきてたり、はい、なんで、まあ、すごく面白いクラスではありますよね、はい、SUV がかなり面白くなってきているということですね。それはヨーロッパでも同じですか？はい、大ブームですね。なので、今はこう我々の身近なこうフォルクスワーゲンとか、まあ、プジョーとかシトロエンとかもみんな SUV 出してますけど、まあ、逆にハイエンドのスポーツカーブランドすら、うん、SUV を出してきてると、はい、早くて便利みたいな、うん、以前ですとフォルクスワーゲンでもトワレグが流行った時期がありましたけれども、ね、いっぱいね、はい、売らさせていただきましたそうですね、やっぱりその頃SUV っていうのは皆さんに広がっていったきっかけ、ね、はい、になりましたよね、世界ではね、はい、日本ではねちょっとトワレグ今入ってないですよね。でもね、ティグアンが立派になって T クロスも、ね、だからサイズ的に見たらそんなトワレグともうあんまり、そうですね、だいぶこう近くなりましたますよね、車が少し大きくなってる全体的にね、はい、確かに今トワレグが出てきてもちょっとサイズ的には中途半端かもしれないですね。日本だとね、やっぱりちょっとそこまでのサイズだって、実際そうですね、道路環境から言うと、ね、まあ大きいのはちょっと、ね、ポルシェはもうカイエンよりはマカンがみたいな、ね、話があるぐらいですから、そうなってきてますよね。うん、だから
メルセデス・ベンツでも GLA、GLB とか、GLC とか、GLE とか、もうすごいその各レンジに今は SUV を投入してきてるんで、まあ、BMW もそうですよね、ラウディもそうですけれども、やっぱりこの SUV はもう今、ブームとかじゃなくて、もう定番になっているっていう。必ずなきゃいけないラインナップの一つにもう、なってます。どのサイズでもあると。はい。大きすぎない SUV がいいんではないかという話になってきましたけれども最後にここで、おすすめの1台とこれから押収車を見てみようかなと思っている方へアドバイスがあればお願いいたします。僕は、最近乗ったのは、まあ、フランス車になっちゃうんですけど、C4 エアクロスシトロエン、シトロエン、うん、はい、は乗り心地とかそういうバランスはすごくいいですね。走りとかの部分ではいいなと思ったのと、あと T クロス、はい、ありがとうございますT クロスもちょっと長距離を乗させていただいたんですけど、はい、まあ、僕その時一人での移動だったんだけれども、ちょうどいい感覚、うん、そのパワー感とかサイズ感とか、なんだろう、すごい使いやすい、まあ、コンパクトな部類に入るので、うんうん、取り回しはね、そうですね、かなり考えて、はい、でもそんなちっちゃく見えないですか、見た目も。意外と大きいんですよ、ちっちゃ大きいって見た目もしっかり主張感があるし、はいはい、かっこいいなと思ってる車として、はい、ちょうどね外にね並んでるんで、後でもし写真がね撮れれば。ただすごくそういう部分で、まあ、これだけ SUV が出てきてるんで、各社すごく今個性が、今までは同じようなスタイルと同じような感じでこう出てきたところが、もうすごいデザインが凝ってみたり、背の低い SUV が出てきたりとか、うん、なんかまあ本当にいろいろな、これからもっともっとこう激戦になって面白い車がいっぱい出てくるんじゃないかなと、うん、T6 とかもそうですけどね、うん、そう、サイズ的にはね、微妙なこの T6、T クロス、T グワンって並ぶとかなり細かいです。かなり攻めに合ってて、そんなにいるのかと身内で当たるんじゃないかって乗ってみると、やっぱりそれぞれ違いがあって、うん、個性があって、ちゃんとまあ、デザインもそうなんですけど、乗ってみるとその違いが分かるので、うん、やっぱり実際に試乗してみるっていうのはすごい重要なことです。さっきのね、実際に見て実際に乗ってみると、それぞれの車の個性が出てくるということですね。意外と見た目と走ってのキャラクターが違う車もありますもんね。そうですね、ちょっと乗ってみると、親っていう、逆の掘り出し物もね、はい、あります。そういう意味だとブランドチェーンのアルファロメオとか、まあ、SUV ステルビオっていうのがあるんですけど、はい、はもう本当スポーツカーチックな作りというか、はい、結構走りに来てます。そういう意味じゃ、はい、突き抜けてるんですね、やっぱアルファロメオって、ね、だからそういうところでやっぱブランドは自分たちのブランドはこうだっていうのを主張してるというか、うん、まああまりこう他に売れてるからこっちにしないみたいな、自分のブランドはこういう形なんでこれですっていうのを主張する、うん、その中で SUV にしてみたらこのようになりましたという、はい、だからある意味では裏切らないというか、はい、押収車というのは自分たちの個性を大事にしていて、 それを崩さずに、うん、その中で今入りのものを取り入れていくとこうなりましたというのが募集者、そうです、はい、ブレないですね。そうブレない。だからゴルフなんかがいい例だと思います。それはすごくゴルフをずっと作り続けてるから、やっぱりちょっとずつこう良くなっていくじゃないですか。車って進化していくけど、はい、途中でやめたりしないじゃないですか。ゴルフはもうゴルフで、この中で絶対に進化をさせていくっていう部分でやってるので、車がどんどんやっぱり最新のモデルがどんどん良くなっていくっていうのは、もうずっとやり続けてるからですよね。だからそこをすごく大事にしてるし、あとは人間の感覚、乗ってみてどうなのかっていうところをすごく大事にしてるのが欧州ブランドだと思います。シミュレーション技術が発達して、車の作りもすごくそっちに振って数値化されてる部分があるじゃないですか。でもやっぱり最終的に人間のフィーリングを大切にしているっていうのがドイツ車はすごく感じます、はい、その数字だけじゃないというか、実際に乗ってみて、まあ、
こういう感覚だよねとか気持ちよさだったりもします、ね、そうですよね、はい、前からあの、ね、スペックだけだと言ったらやっぱ日本のメーカーのがねやっぱすごいのにのいざ乗るとんっていう、あれこんなスペック悪、んっていうね、いい例がエンジンのスペックもそうなんですけど、例えば、これディーゼルが150馬力しかないのって言うんですけど、乗ってみると全然そんな感じしないです、うん、そうですね、それはどこにそのパワーが一番出るところを持ってくるかっていうことをすごく考えられてて、まあ、その数字だけを求めればどんどん上にはいけるんですけど、逆に数字を求めるんじゃなくてどこで一番使いやすいかっていう感覚を考えて作られてるからこの数字で十分なんだよっていうところで、まあ、その乗ってみるとそれ以上の感覚を感じ取れるっていう、だから使いやすさはすごく考えられてますよね。欧州車はそういう傾向にあると思います、はい、そこは変わらないかもしれないですね。スペック至上主義ではないというか、ただ突き抜けた車ももちろんあります。500馬力、600馬力、スポーツカーのブランドはすごくそうです、ね、はい、やってます。そういうブランドもありながらですからね。そうですね、だからその自分たちのブランドイメージをすごい大切にしてて、何でも手を出さないというか、自分たちはもうこれしかやりませんっていうところがあるので、どん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 その中で車が良くなっていくっていう傾向にあるんじゃないかと思います。はいはい、あんまりあれはこれ手出さないですね。そうですね、巻きまえたところ、ね、いろいろこうプラットフォームが共有化されていろんな形が作りやすくなってるんで、ね、セダンスタイルもあるクーペスタイルもあるみたいな感じになってますけど、だいぶ見えてきたんじゃないでしょうかね。見ていただいている方が、欧州車はそれぞれのブランドによって個性が強くて、スペックよりも感覚を大切にしている。それはデザインだけじゃなくて、はい、考え方、作り方、走り方、そうですね、はい、アクセルを踏んだ感じ、ブレーキを踏んだ感じ、ブレーキのタッチも2台で全然違いましたからね。それもブランドの個性ですね。個性がはっきりしているからこそ、皆さんが実際に見て乗っていただいたら、本当に自分に合った1台に出会えるかもしれないと。そうですね、ちょっとしたことだと思います。そのハンドルをちょっと切ってみたフィーリングとか、まあ本当アクセルを踏んだフィーリングは、さっきおっしゃったブレーキのフィーリングっていうのはメーカーによって本当全然違うので、それは本当乗ってみるとそうですね、はい、これ乗ってみないとわからないので、はい、いやいいお話でした、ね、ためになります、まあ、まずはでも本当にディーラーとかに来て車は触れてみることですよね。なんかイルマみたいなことを三島編集長が言ってもらってますけど、なんかいや本当にそうだと思いますよ。だからディーラーがあるんだし、試乗車がありますからね、はい、乗ってもらうために。ネットでも商談できるし便利な時代になりましたけど、はい、あの乗るのは、ね、実際に所有する、そうですね、五感が、そうです、感覚が大事ですね。音だったりもするし、あらやっぱりってみるってことは、輸入車は特にそれを大事にしてるかもしれませんね。昨日だけじゃない、まあ、国産のね日本車はよくできてますけど、やっぱりメーカーごとの信念もあって、考え方もあって、伝統もあって、はい、 ね、それぞれ和食があったりイタリアンがあったりフレンチがあったりするのと一緒で、それぞれにやっぱりいいところもあるし、自分の味じゃないとか好みじゃないっていうのもあるんで、やっぱりそれはもう車も一緒ですよね。そうですね、はい、だからそういう部分では もしなんか買おうかなと思って迷ってるんだったら、うん、全部触れてみることがいいですよね。本当に、はい、個性の違いがある。もちろん皆さんご予算があると思いますから、どのぐらいが予算が必要かというのはぜひ TVo を見ていただいて、その上でデザインがいいな、価格もいいなとなったら、実際にまずは見に行って、ドア閉めて座って、ハンドルちょっとスペック的には高くない車でも乗ってみたら全然違うよとなることがありますよね。使いやすい、スペックすごくよく走る、数字だけじゃないですね、まあ、これも昔から言われてる話かなと。ありがとうございました。見ていただいている方の車選びの参考になったのではないかと思います。それでは今日の和光チャンネルは以上です。
最後に佐藤編集長からお知らせがあります。はい、ティーポは奇数月6日発売です。皆さん書店等でご覧ください。お願いします。